みなさん、こんにちは。しほりみちゃんならしほです。はい、というわけで、今回は久々にイオンに行ってまいりました、私たち。それですね、テンション爆上がりしまして、めっちゃいろんなとこを見てきたわけですね。ということで、今回はそのイオンで買った購入品紹介をしていきたいと思いまーす。イエーイ。ということで、と言ってもあまり大きなイオンじゃないのでね、あまり店がないんですけど、はい。はい、じゃあまずどうしましょう。どこから行きますか。 H&M から行きましょうか。そうですね。はい、はい、じゃあ H&M から行きたいと思います。 H&M で買ったものはざっくり言うと4点買いました。うん、はい、はい、まず行きたいと思います。はい、まずはじめにこちらの T シャツを買いました。こちらなんと599円。安くない？安っ。好きそうだね。なんか似たようなのどっかで見たよ。持ってません。ネネも言ってなかった。持ってません。はい、599円でめっちゃ安いよね。安い。セールでもないのに590円本当に安いと思う。続いてはこちらです。こちらチェックだね。チェックのスカート。はい。これも可愛いですよ。なんかチェック好きだね。好きだね。うん、チェック好きだよ。うん、こんな感じで。はい。これ2499円。はい。はい。続いてこちらの。こんな感じなんですよ。こんな感じのやつなんですけど、はい、はい、なんていうか分からないんですけど、デニム、それ黒デニムみたいな。黒デニムのなんかこうジャンバースカートっていうか、うん、なんかそういう感じですね。そういう感じです。すいません。2999円。いや、それで安かったんだよ。それで何パーセント。それで1299円になってました。そう、1299円安いですよね。安いですね。で、これこのね、ピンクのと合わせると可愛かったんだよね。そう、めっちゃ可愛くて、どんどん合わせたいと思います。はい、はい、最後、あ、最後この、小物もあって5点だね。ごめん、間違えました、さっき。最後、こちらなんですけど、あ、これもまた安い。こちらね、このスカートなんですけど、可愛くないですか、はい、このデニムのスカート。好きそう。ほんと可愛いなと思って。形がなんかスッキリしてるよね。こちらが999円です。安っ。安っ。ということで、こんな感じです。すごいしっかりしてるのに999円。すごい安いと思います、うん、久々にね、行ったけどね。そうですね、あと小物が1点あって、ごめんなさい、数え忘れてたんですけど、はい、小物が1点あって。おお、そうだね。じゃん、こちらのヘアピンです。めっちゃ可愛くないですかこれ。ね、色が可愛い。色がピンクっぽいんですよ、両方とも。うん、下のもちょっとピンク入ってて、マジ可愛いなと思って。いい、いいと。今日の洋服にも色が合ってるね。合ってるよね。買ってきました。取れない。うん、で今テープと、うん、なんか変なやつにつけられてて。本当だ、見えない、うん、つけられてて取れなかったんですけど、今度つけましょう。こちらの5点でございました。H&M でも。はい。次は三日月桃子行きましょうか。はい。三日月桃子めっちゃ大きいよね、袋。じゃあ紹介していきたいと思います。はい。まず一つ目がこちらのマットですね。うん。こちら私足痩せのね、運動をしたくて。ヨガマットみたいなマット探してたんですけど、うん、めっちゃいいのあって、白黒でめっちゃ可愛いじゃないですか。で、めっちゃいいのあると思って。これはね、ヨガマットではないんだけど、ね、ヨガマットではないです。愛用でね。はい、こちらを買いました。こちらも300円なんで。あ、こっち500、これ500円だよ、確か。500円なんで。これはね、500円でした。はい、うん、すごいいいなと思いました。はい、今ね、運動してるからね。っていうか、まだ1日しかやってないけど、1回しかやってませんけどね。はい、はい、これからやるそうです。これからね、自転車とかもやってちゃんとね。ほんとかな。続いてこちらのおにぎりのクッションです。かわいい。かわいいよね。
一目惚れして買いました。ね、こういうとこ本当に私こういうの好きで、可愛くない？可愛い。めっちゃ可愛いと思って。ソファーに置くんですか？ソファーに置きます。でさ、これ見る限り私本当にさ、食べること好きだよね。好きだね。ダイエット中なのにね。おにぎりのクッション買うとかやばくない？おにぎりに飢えてるみたい。まあ、可愛いからよし。はい。続いてはこちらです。こちらは白コロのリミが買ったんだよね。おもちゃとして使うらしいです。はい、リミちゃんが選んで、リミが欲しいっていうので買いました。はい、こんな感じです。夏だからね、そういう感じですね。続いてはこちらです。あ、ごめんなさい。こちらはですね、ハンガーですね。はい、ママがこれセレクトしました。これはあのね、今マスクをみんな使うでしょ。はい、使います。で今布マスクっていうか、こう何ピタッとマスクみたいなさやつを使ってるので、毎日洗うわけですよ。はい、はい、でね、洗濯物をさ干すやつでもいいんだけど、あの洗濯バサミなんかね、止めるとねちょっとねなんか跡がついちゃったことがあって、だからこれにこう引っ掛けられる方が跡つかなくていいかなと思ってちょっと買ってみました。はい、はい、でもまだ使うかどうかわかんないけど一応ね、はい、はい、使えるかなと思って。次っていいですか。はい、次にこちらのエプロンです。これ私が買ってきました。最近私料理好きで、そうだね、料理好きというか、料理を趣味にしたくて料理を研究してるんです私。でエプロンなかったんでエプロン買ってきました。趣味っていうの？趣味にしたいの。趣味にしたいから、まずはお手伝いから始めようってことで、この前うどん作りました。美味しかったです。美味しかった、確かに。え、でもさ、本当にうどんは私一人で作ってたでしょ。一人で作るって言ったじゃん、私。うどんはね。でもそれ可愛いよね、デニムで。可愛いと思った。それ300円です。これ安いよね。結構生地がしっかりしてて、なんかちょっと高級チックな感じ。はい、ちょっと大きいかな。もっちゃ大きいかもしれないけど、まあ、はい、こんな感じです。次行きます。はい、次に洗濯バサミですか。あ、すみません、これもママがちょっと買いました。これなんかこんな感じで開けてみてください。これもなんかちょっと洗濯物もうね、あの梅雨時期はね外に干せなくていろいろとね。あ、何これ。そう、どうどんな感じそれ。紐でほら、これなんかさ、紐でなんか挟むのがついてる感じ。こんな感じなんですよ。そうそう、なんかどっかにこうつけて、でここになんかかけられる、かけ止められる。これなんかこうあれだよね、こういうやつ。そう、だから別にさ洗濯物じゃなくても写真とかも飾ってもいいかもしれない、ね、インテリア、インテリアにも使えるかもしれないし、ちょっととりあえず今洗濯目的で買いましたけど。はい、はい、マスクね、これ場所取るかなと思って、もうそういう方がいいかなと思って、ちょっといろいろ試行錯誤しながら。これはこれであとつきそうか。あとつくかな。でもそれもなんかいろいろ使い道ありそうでしょ。ありそう、ありそうだよね、うん、買いました、ママが買いました。はい、次。なんかマスクとはさ長い付き合いっぽいよね。こちらのハンカチを 2枚買いました。これは私です。これは普通にも学校に使うようで。そうですね、学校には毎日持ってかなきゃいけない。はい、買いました。今もう手洗い必須だからね。続いては小物系いきます。私です多分、はい、まず一つ目にこのブレスレットですね、うん、こちらこういう系私持ってなかったんですよ。なので休日にしたいと思います、こちら。はい、はい、今日のゴムは3本ですね。今日のゴムは3本です。はい、
取れてた。あ、1個なんか取れちゃった、紛れちゃった。続いてはこちらのなんか揺れる、うんうん、こういうイヤリング、めっちゃ可愛くないこれ、うん、ちょっと今回はね全部大きめのイヤリングをね選びましたね。はい、全体的に。続いてはこちらです。こちらも、うん、こっちゴールド金なんですけど、うん、こっちこれもこれでもう揺れてほんと可愛いと思って買いました、うん、最後は1個外れちゃってるんですけど、こういうイヤリングで、これも可愛くない？ピンク好きなんです私めっちゃ可愛いなと思って買いました。はい、はい、やっとねお外にも出られるようになったしね。はい、そうですね次行こっか。はい、まだありますか？まだあります。次にリミが買ったやつですね。そうですね、こちらのコップなんですけど、多分プーさんなのかな。そう、プーさんだって。これなんかこう、なんだ、昔の絵っていうのはなんていうの、クマのプーさんとは書いてないんだよ、一応。うん、でもプーさんって言ってた、リミが。おお、危ない。プーさんのコップって言ってた。そうなんだ、プーさんらしいです。はい、はい、次にタイツですね。タイツを、ああそうだね、買ったね。二人ショーゴとリミで買いました。なんかこうひんやりするスパッツっていうか、うまあ寝る時にいいかなっていう ね、 そうですね。300円でね、結構なんかなんだろう、サラサラの生地で。そう、めっちゃサラサラなんですよ。いい感じ、すごい涼しそうなの。いいよね。あ、涼しい。うん、いいと思う。これはめっちゃ涼しい、これ、うん、この生地はね、いいと思う。はいね、はい、めっちゃいいと思う。寝るときに焼きたいと思います。はい、はい、ということで以上ですかね。以上ですね。はい、じゃあ、あとは作品ですね。そうですね、ダイソーですね。ごめん、ちょっと今 H&M の袋に入ってるんですけど。あ、そうそう、あの100均はね、パパもママもね、いろいろ買い物して、しょうちゃんの分だけこっちにね、ママがポンって入れちゃったんでここに一緒に入ってます。はい、ということで、まずこちらのこれね、運動器具、ハンドグリップっていうのかな。握力つけたいの？え、なんか全体的に引き締めたくて。引き締めたいってことね、こう腕のね。そうそう、なるほど。これは手がなんだけど、うん、こっちこういうやつ持ってて、うんうん、こういうやつとこういうやつでダブルでやったら腕は効くんじゃないかなと思って。私は10キロ買いました。15キロきつくて、うん、まず余裕の10キロからにしようかなと思って10キロ買いました。はい、はい、続いては、靴下3足買いました。これは普通に日常品で使いたいと思います。学校かな。学校ですね。はい、はい、こちらちょっと可愛らしい、なんかサラサラの生地で、サラサラの生地でね、いい、リボンついてるんですよ。めっちゃ可愛いなと思って、うん、夏にいいかなと思って。はい、はい、以上かな。あともう一つあります。エゴバッグです。あ、じゃあ、なんか7月1日からもうどこもね、レジ袋が有料になっちゃうということで、うん、でまあ買ってもいいんだけど、なんかどうせだったら1個ぐらい持っとこうかなって、ママが買ってたらしょうちゃんも私も1個持っとくっていう。私もね、あのね、うん、お使いしたいなと思って。ああ、そうなんだ。お使いから1人で行きたい。お使い行ってご飯作りたいの。なるほど、買い物から一人でやりたいってことね。そう、買い物から料理まで一人でやりたいです。なるほど、わかりました。じゃあ今度お願いします。冷蔵庫にこう入れてさ、またこう作るの楽しそう。はいはい、じゃあ、はい、ということで100均は以上になります。はい、でラストのお店なんですけど、古着屋さんに行ったんですね私。まだ今洋服なんですけど、はい、古着屋さんに行って1セット分買ってきました。はい、マネキンが着てるものを1セットくださいって言いました。お願いしました。で、帽子かぶってたんだけど、帽子はちょっと好みじゃなかったんで、帽子以外。はい、はい、で、2000円ぐらいだったよね。1800円ぐらいでした。1800円、めっちゃ安いなと思って。めっちゃ安かったです。最初にそのズボン、うん、こういうズボン私持ってなくて。そうだね、可愛くない？可愛い。ママはこういうの好きなんだけど、しょうちゃんあんまり昔こういうの好きじゃないって言ってて。今好きで、私こういうの本当今こういうの好きで。これいくらだ？値段って書いてあるの？値段切られた。切られた。
切られたでは来てもらいました。300円とかなんかそういう一級レベルですね。まあ一応古着なので気にする人は気にするかもしれないんですけど、まあ我が家もね一応ねなんていうの消毒、うん、っていうか洗濯消毒除菌はしようかなとは一応ね思ってます。はい、古着なのでね、まあでも絶対大丈夫なんですけど、続いてはこちらの緑の洋服。そうこれちょっと透けてるんですね、うん、でこの下に着るのも買いました。はい、これです。これも300円だったよね。そうですね、みんななんかそういう300円とかそういう500円とか500円、はい、これの上にこの緑のを着たいと思います。そうなんかこうやって着てたんだよね、マネキンさんが全部ねセットで。そうですね、うん、続いてはベルトですね。これ100円です。めっちゃ安いな。めっちゃおしゃれな感じだったよね。うん、なんかこうキラキラしてて、こんな感じのなんていうの？さっきのズボンにつけて、こういう感じの。そう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 。これ100円だったんですよ。めっちゃ安いよね。すごかったね。でラストにこちらのネックレス。ちょっと木絡まってるんですけど。ね、このまま私が持ってないわ。で、あ、ちょっとなんか取れてる？あ、でもこう、こんな感じだよね。うん、これが真ん中に来るようにちゃんと動かす。合ってるって、合ってるよね。こんな感じ。まあこんな感じのネックレスです。すごいゴージャス。すごいね。でも合ってたよね、このネックレスも。うん、こんな感じで。ちょっとつけても合うかとか、はい、わかんないけどね。じゃあすごいね、ゴージャス、はい、これ1,2,3,4,5点セットで1,800円ぐらいでした。消費税込みで1,800円。安いよね。安い、古着ティーね。まあ古着もね、ピンからキリまであってね、やっぱり綺麗に使ってくれてるものはすごいね、良かったけどね、うん、今回良かったよね、それね、可愛かった全部。まあ、しょうちゃんに似合うかどうかは別です。確かに、私ってこれ入るが心配で。まあね、めっちゃ遅かったんですマネキンマジで遅かった。だから、もしあえて着ないで買ったんですけど、安かったから。そうなんです。もし着れなかったらこれを着るためにダイエット頑張ろうっていうのがいいかなと思って、ね、目標が作れるんで、着れなかったら着れなかったで目標作れるんでいいんですけど、これをね、着るためにダイエットっていうね、着たいよね、うん、切れるように。はい、はい、まあ普通の洋服はねそんな買い方絶対 しないんですけど、切れないのに買うなんてことはないんですけどね。そうですね、とりあえずちょっとね今回は、はい、シエリングしてた。え、シエリングしてた、今気づいた。はい、じゃあこんな感じですかね。はい、はい、もういっぱいね。そうですね、結構いっぱいお買い物してきましたね。ということで今回はですね、この前先週イオンに行ってきたのでその購入品紹介をしてみました。ということでね、めっちゃ今回集めてみると分かるんですけど暗いですね。暗いですね。黒、緑とか、しょうちゃんの好きな色がこの色ってことですよね。でもピンク好きなんです私今回ピンクない？あります。あ、一着服が下の方に。着用服があります。あとこれです、これ。それピンクですよ、これ。まあいいや、はい。リリちゃんはこの他にですね、あつ森の本を買いました。本当は攻略本があってそれを買おうかと思ってたんだけど、やっぱ攻略本買っちゃうとつまらないということで本人がね、はい。だからなんか薄いなんかあつ森の雑誌っていうの、なんていうの、はい、はい、買いましたね。はい、はい、バイバーイ。今これ落ちてる私。そうだね。バイバーイ。はーい。